韓国人に聞いてみた。店内でお顔吊り上げプチ整形中、女性みんなが TWICE フィクションです。早朝からマシンガントーク疲れませんか。あんた何言ってんのか。デシャリで疲れてたらゴルフできんわ。ですよね。今日は何名で来店ですか。よく聞くね。あんた20名。すごい。食べるメニューは知らんけど、あ、みんな一緒のソイソース醤油か。あ、そうだ、音を立てずくるくるとパスタ感覚ですか。くるくるはあなたの方だろうが。いや、あの麺をすする音が聞こえてこなかったから。気にするな。ああ、音気にするな。え、日本人をドキにするな。でもそれよりもな、それよりも。え、何ですか。どでかくしゃみやめろ。エイクション親父ギャグやめろ。